それじゃあね。あとは頑張って。寂しくても泣くんじゃないぞ。3周年は区切りじゃないわ。また新しい始まりなのよ。みんなで力を合わせてまた1年を乗り切ろうね。おやおや、怪しいですな。私たちが援護するわ。ユウやっちゃいなよ。おーい、さくら、何をしてるんだ？風磨くん、どうしてこんなところに？こっちのセリフだ。今日は特に任務もないはずじゃないのか？使用で勝手に拠点を使ったら、アサギさんに怒られるぞ。大丈夫だよ。だってこれはお姉ちゃん直々に。は？アサギさんがなんだ？なんでもないよ。ちょっと覗き込まないでよ。風磨くんの変態、バカ、タイミング悪っ。おい、雪風、何をしてるんだ？風磨、どうしてこんなところに？こっちのセリフ。で、なんか昨日もそんなこと言ったな。風磨のバカ、鈍感、タイミング悪男。それで、結局会場はどこにすることになったの？お姉ちゃんが校長室でいいんじゃないかって。一応は公認の舞台なわけだし、公私混同には当たらないからって。じゃあ、あとは飲み物と。うん、二人とも。うわぁ、お姉ちゃん、急にどうしたの？どうしたのじゃないわよ。
人とも話に夢中になりすぎ。だから私が近づく気配にも気づいてなかったんでしょ。え？はあ、すみません。気をつけます。アサギ校長。はあ、やっぱり感づかれていたのね。二人にはあれほど注意するように言ったのに。校長、説明してくれますか？それはできないわ。だけど自分で探るのなら許可してあげるわね。暗号文ですか。こっちがキーで。まあそのくらいは一目で見抜くと思ったわ。でも続きは教室や自分の部屋でやってちょうだい。どうしてですか？何か不都合が？ここで立ってやっていたら迷惑だし危ないからよ。もちろん昼休みが終わったらちゃんと授業も受けるのよ。あ、そうですね。で、結局ここに戻ってくるのかよ。お疲れ様。はあ、やっぱり浅木校長はさすがね。私だったら風魔を相手に一日も時間を稼ぐなんてできないわ。でも、どうしてわざわざ一日時間を稼いだんだ？それは、まあ、口で説明するよりも、見てもらった方が早いわね。イエーイ！特務中隊設立アニバーサリー！おめでとう！早いものね。おめでとう。その、見ての通り、特務中隊設立記念日のお祝いよ。だから、今日まで時間を稼がなくちゃいけなかったってわけ。ああ、
そうか。そういえば今日だったのか。あまりにも忙しくて目まぐるしくてすっかり忘れてた。本当はサプライズにするつもりはなかったんだけど、さくらがどうしてもってね。だってふうまちんってば全然覚えてなさそうだったんだもん。まあ言ってた通り目まぐるしかったからだろうけどさ、そりゃ驚かせたくなっちゃうって。はい、飲み物もお菓子もあるわよ。ああありがとう。でもさ、危ないところだったよね。いくらなんでも2日はごまかせなかっただろうし。さくら、そのきっかけはあなただったようだけれど。でも多分だけど、風魔くんが怪しいと思ったのは雪風ちゃんも同じように見つかったからだと思うけどな。ちょっと私を巻き込まないでよ。それよりもいつまでもそんな話してないでお祝いしましょうよ。それもそうね。せっかくのめでたい場だものね。うぃー、お姉ちゃん話がわかる。あの、朝木校長。校長、今は君が指揮官でしょ。朝木でいいわ。あ、それって覚えていた？そうよ、この特務中隊設立の端緒となった任務であなたと交わした会話ね。あの時から始まった桃地東洋との戦い、そしておぼろの介入、バイオテロ、とにかく本当に設立からすぐ大変な事態が巻き起こりましたよね。どうかした？いえ、今でも思うんです。東洋もおぼろも浅木校長と因縁深かった相手、そして直後に参加をしてくれたスーもかつての弟子だったわけで、本当は俺なんかじゃなく浅木校長が隊長となるべきだったんじゃないかって。自分の不始末くらい自分でつけろってこと？いえ、そうじゃないです。逆です。俺なんかがしゃしゃってよかったのかなって。わかってるわ。でもね、これは以前中東部の訓練キャンプの時にも言ったけれど、あなたには私たちとは違う新しい時代を担ってほしかったのよ。だからむしろ旧来の因縁を断ち切れるのはあなたしかいない、そう思っているわ。結局は不始末を押し付けてるってことになっちゃうかしらね。そんなことは。でもそうですね、俺も不用意な自己否定はやめます。
あの時任せてくれたから今の俺がある。そしてこれからの特務中隊が誤射とタイマニンがある、そういうことですね。そうよ、これからもよろしくね、隊長さん。ええ、アサキ、これからもお願いします。